こんにちは、メイヤです。今回は飯塚市のウルノを歩いてみたいなと思ってますよ。一応ですね、なんか視聴者さんのコメントでですね、まあ、ちょっとウルノの方に行ってもらいたいみたいなのがあったんで、まあ、ちょっとウルノの方に来てみましたけど、まあ、ウルノっていうと何があるっていうのは特にないんですよ。まあ、特にないっていうか、今もこの目の前に見えてるんだけど、ここですね、福岡県立加穂高校ですよ。でこの加穂高校がおそらくこの飯塚市の中では一番偏差値の高い高校なんじゃないかなと思います。まあ、少なくとも自分が高校生だった30年前なんかは、まあ、ここの高校がもう偏差値が一番高い高校でですね、そうですね、まあ、自分はちょっと県立高校って受験してないんだけど、まあ、自分じゃ通らなかっただろうなっていう、そういう高校ですね。ただですね、まあ、自分たちって就職氷河期っていうか、高校3年間でバブル崩壊が起こった世代なんで、逆にいい高校に行った人ほど就職できなかったっていうイメージはあるんですけどね。うん、こう今なんか野球の練習みたいのがあってるのかな、声が聞こえますけど、うわ足元ぬるっとしましたね。こんなところなんだっていう感じですよ。っていうか、ウルノって言ったら本当この加穂高校がある以外何もないようなイメージがあるんですけど、他に何があるかって言われたらなんか思いつくものがないですよ。ただ場所としては、まあ、以前やった江田国の隣になるのかな。だからまあそんなに家からは離れてないんですよね。なんか野球部の本当練習の声が聞こえてますね。自分も高校時代は部活入ってなかったんだけど、中学時代なんかは運動部に所属してたんでですね、なんかこういう声出しなんかをやってた気がしますよ。川意外と水が綺麗って思うかもしれないけど、今向かっている方向行くとですね、もう山しかないかなみたいな。まあ、ウルノってこの加穂高校以外にもう民家しかないんじゃないかなみたいな、なんかもうそんな感じですよ。まあ、とりあえず今当てもなく歩いてますけど、もうこの辺なんか歩くのはもう人生で初めてですよ。まあ、今日天気がいいんですけど、台風が抜けた直後に来てるんで、なんかちょっと葉っぱなんかが散ってるなみたいな感じはあるんですけど、うん、あ、ここになんかちょっと広い公園みたいのがありますけど、うん、まあ公園みたいだけど特別遊具があるみたいなことはないみたいですね。うん、お、カラスだ。よし、ちょっと入ってみよう。あ、あっちの方に遊具がちょっとありますね。一応ですね、このウルノってエリア的には広いエリアなんですよね。それで今ちょっとこの加穂高校は紹介したかったんで、まあ、加穂高校の方に来たんだけど、この加穂高校があるのが、まあ、ウルノの橋っていう感じなんですよね。だから、この後ちょっと車で移動して、逆側の橋の方に行こうかなとか、思ったりしてますよ。うん。まあ、ほんと今日は天気がいいんで、まあ、絵的には綺麗なんじゃないかなとか思うんですけど、うん、こんな感じですよ。2回目のドライブ動画みたいな感じになりますけどね。
今ちょっとこのウルノを移動してますよ。本当周り見たら何もないなっていう感じですよ。まっすぐ行ってもウルノなんだけど、なんとなく左に曲がった方が良さそうなんで左に曲がりましょうかね。あ、出ましたね。この辺ですね。ここにスーパー麻生があって、なんかこの道は通ってましたよ。一時期仕事してた頃に、なんかこの先に就職先があったんで、なんかここを通って会社に通ってたことがあるんですよ。それでこの場所は結構通ってたかなっていう感じがしますよ。感じはするんだけど、車通りの多い道っていうイメージはありますね。危ないよ、おばあちゃん危ないよ。危ない危ない。行くとちょっと別の土地に出そうだから、ちょっとここ曲がりましょうかね。まだここはウルノですよ。でこの先に多分ウルノ小学校かなんかがあるんじゃないかなっていう感じですね。なんか一応カーナビついてるんですけど、ウルノ小学校があるみたいですよ。右手にウルノ小学校が見えてますね。はあ、お、飯塚市立病院っていうのがありますね。意外と飯塚に住んでいてこの市立病院って知らなかったかもしれませんね。今この右手にあるのがそれらしいです。あ、どうなんだろう、今適当にちょっと走ってるみたいなところがあるんですけど、もしかしたらちょっとウルノから出てしまってるかもしれませんね。ため池があるって言ったけど、あ、ここちょっとため池見えてますね。車を止めれそうなところがないんですよね。ああ、あの向かいもため池みたいのが見えてるんですよ。ああ、ちょっと水辺で一休みしたいな。車止めれないかな。お、ここですね。ウルノの氏神様、ウルノ宝満宮ですかね。ここ以前なんとなく来て動画撮影したっていうことのあった、まあ、神社なんですけど、またちょっとここもウルノっていうことなんで、まあ、ここがウルノの逆側の橋って感じですよ。それでちょっと来てみましたけど、まあ、周りですね、家があんまり建ってないっていうか、畑、いや、そうでもないな。こっちの方とか見ると結構家建ってますね。ただちょっとやっぱり畑が多いかなみたいな感じはするんですけど、まあウルノっていうとなんかこのイメージだったです、自分の中では。でも思った以上に車で走ってると家は建ってたなっていう感じはしたんでですね、やっぱりその、まあ、人はどこでも住んでるんじゃないかなみたいな感じはありましたけど。というわけで今回は
飯塚市のウルノを歩いてみました。まあ、今回ちょっと車での移動が多かったんだけど、まあ、意外とですね、今までこんなところにこんな建物があったんだみたいなところがあったんでですね、これからもですね、まあ、全く知らない何もないような土地でも、まあ、そこに行けば何かあるかもしれないっていうのが分かったんでですね、まあ、今後ともこんな感じで、まあ、飯塚市の狭いエリアにはなりますけど、お散歩して動画にしていきたいなと思ってるんで、またその時暇のある方はこちらの動画見てもらえたらありがたいです。それではまた。